胎内市民の熱愛グルメ第5位は、親子でやっててお母さんの方が、和菓子職人だったんですよ。練り切りとかすごい可愛いの、季節に合わせたものを作ってたり、あと娘ちゃんの方が、チーズケーキとか洋菓子系を作ってるんです。カフェ工房豆が美味しいと思います。中条駅からほど近い住宅街にあるのがカフェ工房豆。2015年のオープン以来、連日多くの女性客でにぎわうこちらの店は、元和菓子職人のお母さんとパティシエの娘さんが2人で営業しています。毎日メニューが変わる人気のランチは、野菜など地元胎内の食材もたっぷり使用。常連さんが持ってきた食材を使うこともあります。こちらは一押しのスイーツ、パティシエの娘さんが作るケーキにも胎内産のさつまいもやいちじくを使っています。和菓子の担当は母のさよこさん。もともと和菓子職人として働いていた経験を生かし、練り切りの繊細な作業もお手の物。よく見るとハリネズミも全部違うのが分かりますか？季節に合わせた上生菓子は遊び心あふれる可愛いデザインが魅力的。さらにリクエストにもお応えしています。自分の家に帰ってきたような、友達の家に遊びに来たようなっていうのがここのお店の作りなんですよ。私がそういうお店だったら行きたいなと思って作ったので、変わらずにやっていきたいなと思います。コメントになってるのかしら？なってます？お願いします。第5位は母と娘で作るオリジナルスイーツでした。1300年近い歴史を持つ尾法寺。第4位も長く愛されているお店です。味月堂さんの芋ようかんがすごく美味しいですね。かりんとうまんじゅう、外側がカリカリで形も食べやすく、味月堂というお菓子屋さん、何でも美味しいです。第4位は胎内市役所の向かい側にある菓子専門店味月堂。創業50年、胎内の地名がついた銘菓や胎内産素材を使用したスイーツが並びます。そんな数あるスイーツの中で特に人気なのが、味月堂さんの人気メニューはこちら、かりんとうまんじゅうです。このかりんとうまんじゅう、一般的な小麦粉ではないんですよね。米粉が入っております。米粉、はい。生地には胎内産コシヒカリの米粉と沖縄波照間島の黒糖を使用しています。あんを包んだら油で揚げていきます。およそ3分かけてじっくりと揚げ、程よく色がついたらかりんとうまんじゅうの完成です。多い時は1日に400個も揚げるんだとか。それではいただきます。想像以上のカリッカリ食感ですね。ああそうですか、ありがとうございます。おいしい、ザクザクっていうぐらい本当食感が良くて、でまた外はカリッとサクッとした食感なんですけど、中はまたしっとりしてて、はい、これはやみつきになりますね。 ありがとうございます。この食感っていうのはこの米粉ならではなんですか？そうですね、米粉ならではですね。揚げた時の、油の吸油率がやっぱり、違いまして、無駄な油を吸わないっていうか。米粉を使ったお菓子は他にもあり、どれもこだわりの製法で作られていて、手土産としても人気です。時代はいろいろ変わりますけども、時代に合わせてお客様に信頼されるような、お菓子作りを、目指していきたいなと思います。
胎内産コシヒカリにこだわった米粉のスイーツが第4位。自然豊かなリゾート胎内高原。第3位も米粉を使ったスイーツが登場。必ず食べます、米粉で作ったクレープのようなもの、そこに生クリームとか、バナナとかトッピングして。マリ寿司があるんですけども、そこにベーベーっていう米粉の皮で巻いたお寿司っていうんですかね、がありまして、それ美味しいですね。あ、寿司製どうです。第3位は中心部から一歩郊外へ、大きな通り沿いにある回転寿司製。店内のボードにはその日の地物ネタが掲げられています。この大きなカサゴも新潟で獲れたもの。白身でありながら脂の乗ったカサゴは人気の一品。回転寿司製では県内で獲れる魚を中心にラインナップ。新鮮で大きなネタの寿司を手頃な価格で食べられるとあって、開店早々お客さんでいっぱいになることも。ネタが大きいですよね。そしてベニズワイガニもこのボリューム。これから旬の南蛮エビ、おまけで3本乗ることもあるんだとか。寿司に負けじともう一つ人気のメニューがベーベー。ベーベーは米粉を使った胎内市のご当地グルメ。もちもちっとした米粉の生地で生クリーム、フルーツを巻いた米粉スイーツとして提供しています。米粉発祥の地ということで非常におすすめしておりますし、うちのお店の方でも非常に人気の高いメニューの一つであります。新鮮なお魚を使って鮮度のいいネタでお客様に喜んでいただけるように一生懸命やっております。第3位は地物にこだわる寿司屋のベーベーでした。真っ赤なアーチの樽ヶ橋からほど近い隠れ家的なお店が第2位にランクイン。そうですね、私あんま辛いのが得意ではないんですけども、そこの担々麺非常に美味しくて、辛いの苦手な方でも美味しく食べれるかなと思いますので、ぜひおすすめですけども、並んでも食べたいような感じはします。私は特に味噌ラーメンが食べますけども、ほってりしてるんですけどね、飽きずに最後まで食べられるっていう感じですかね。長太さんですね。そのお店があるのは胎内市塩沢。うっそうとした森に隠れるように佇むのが隠れ家麺屋長太です。世代を問わず多くの胎内市民に愛され、創業10年を迎えた長太。胎内出身のプロ野球選手、椎野新太投手も通うお店です。隠れ家麺屋長太さんのおすすめメニューはこちらです。味噌ラーメンです。いや、もう香ばしい味噌の香りがすごく食欲をそそります。麺はつけ麺用の太麺。スープは煮干し2種類に、豚骨、鶏ガラ、香味野菜から出汁を取っています。タレは新潟の白味噌と長野の赤味噌を店主自らブレンドし、コクを出すために2週間寝かせたものを使用しています。その味噌だれで具材の野菜を炒めたら、麺の上に豪快にのせ、最後にチャーシューとコーンをトッピングすれば、長太の人気ナンバーワンメニュー味噌ラーメンの完成です。ではまずはスープからいただきたいと思います。あ、結構こう本当味噌の香ばしさが強いですね。でも見た目以上にこうすごくまろやかであっさりもしていますし、すごくこう飲みやすいスープですね。はい、いっちゃいます。いただきます。うん、確かにこう太麺だけあってかなり食感がいいですね。でまたこう喉越しも良くて、この麺にしっかりと香ばしい味噌のスープが絡んでいて、これは美味しい。
のひときわ存在感があって、このチャーシュー結構厚切りですね。そうですね、はい、お柔らかい、うん、3時間、一応ボイルしてで、はい、ラーメンの味邪魔しないように一応味付けはあっさり2時間ぐらいで一応引き上げて、はい、あのやっぱりお客さんが来ていただいてまた来るねとかごちそうさまでしたって言ってもらえて帰られていただけるのが本当に店やってて一番良かったなと思う瞬間なんで、やっぱりそれはずっと継続してこのままやっていきたいなとは思ってます、はい。店主オリジナルブレンドの味噌ラーメンが第2位。さあ、胎内市民の熱愛グルメ、いよいよ第1位の発表です。肉は柔らかいですし、あの秘伝のタレっていうんですかね、こう 甘ったるい味噌だれみたいなのでつけてありますんで、絶対1回食ったらもうハマりますね。ジンギスカンなんですけども、おばあちゃんがやってるお店で、なんか実家に帰ったようなすごい居心地がいいお店です。島津食堂というところがすごく美味しいです。多くの胎内市民に選ばれたのは胎内市の街中にある島津食堂。ノスタルジックな雰囲気の店内は初めてでも懐かしい気持ちになります。メニューはライス、生卵、漬物がセットになったジンギスカン。甘辛い味噌だれのジンギスカンを鉄板の上、なんともいい香りが食欲をそそります。ジンギスカンは甘めの信州味噌に生姜、ニンニクなど10種類以上の調味料を合わせた味噌だれで味付け。注文を受けてから肉と和えるのがこだわりです。卵に絡めていただきます。手作りの漬物で口直しをしながらいつまででも食べられるジンギスカン、ビールとの相性もバッチリです。ビールにしててやっぱお客様の対話だね。会話、お客様の対話、これが一番何よりの薬だね、うん。第1位は胎内市民のソウルフード、味噌だれのジンギスカンでした。